こんにちは、速稼塾の久保です。花涼子さん、考えてみると出会ってから一生懸命いつもやってますね。素晴らしいと思います。今回の動画、継続ということだったんですけども、実は私ね、まだね、何かを継続してるうちには入ってないなと自分に対して思ってるんですよ。それは別にカッコつけてるわけじゃなくて、たかだかね、8年ぐらいしか私そのネットビジネスの活動もしてないんですよね。その8年の中でも本当にやったなっていうのは最初の3年ぐらいなんですよ。その3年で1億円というのを突破して、最初の1年だけでもね、何も知らないズブの素人の麻雀しかしてこなかった私が、40過ぎてパソコンをね、恐る恐る触ってみて、そっから人差し指で打ちながらだんだん慣れていって、最初の1年 Facebook のアカウントを作ったりね、ツイッターのアカウントを量産したりとかして、なんとかね、最初の1年で2500万を作ることができました。多くの方がネットビジネスをやって1年経った時に振り返って、2500万っていうのは達することがなかったと思うんですよ。で、私はそれでもね、その2500万っていうのは、借金などに消えていきましたんで、現金を手にした実感はないんですね。で、2年目も同じような形でやっていったんですけども、売上は上がってきましたね。それ以上に3年目はもっと上がりました。で、ここでね、じゃあ継続ってどのぐらいできたんだろうかと思いますけども、3年を継続というかどうかですよね。それこそ中学校や高校だって3年通いますけども、それを継続して通ったってなかなか言わないと思うんですよ。で、私はサラリーマン生活、大体6年半ぐらい送りましたけども、これもね、別に継続したっていうレベルのもんじゃなくて、7年も持たなかったのみたいなね。要するに、どっちかっていうと、続いてないレベルで判断されることが多いと思うんですよ。で、現在の隠居暮らしもたった5年ですから、これはね、ちょっとしたきっかけで、隠居暮らしを中断せざるを得ないといけない状態にもうすぐ入るんですよ。20年、30年やったら、継続したなって言えるかもしれませんけども、にしてもね、私から見ると、世のサラリーマンさん、もしくは住宅ローンを払っている方っていうのは、それを35年とか40年のレベルで繰り返してるんですよね。住宅ローン35年払い続けるんですよ。すごいなと思いますよ。会社40年働き続ける、すごいなと思いますよ。それに比べたら私は全くまだまだ継続の毛の字にもなってないかなというところでございますね。だからね、久保さん継続するコツは何ですかって言ったら、いや俺も継続できてねえよみたいなね、まだなんか序の口だよみたいなね、最初の一歩青2歳、そんな感じで思ってますね。いや、ということでね、継続に対する私の考えをちょっとお話して、まだまだ継続なんて言うの恥ずかしいぐらい私の場合はできてませんね。根性がないと。1年2年やったから、はい継続できましたっていうふうな自己評価っていうのもあると思いますけども、私はそこまでね、自分のことをなかなか高く評価できないかなっていうところですね。はい、それでね、次のテーマなんですけども、よくこれもいただく話なんですけども、久保さんと速稼塾入っていろんなことを学びましたと。で、家族がいるんでなかなか自分の時間が持てないということなんですよ。いや、家族がいてなかなかできないんですというわけなんですよね。で、ある人に言わせれば、いや家族を守るために家族を背負っていかないといけないじゃないか、だから一生懸命やりましょうよっていうことにもなるんですけども、私はまたね、第三の見解を持っていて、稼ぐ稼がないは家族を持つ前にやっとかないといけないでしょってことなんですよ。だから家族ができちゃってそこでお金が足りないとかね、ビジネスやっていこうっていうのはいささか手遅れなんですよね。これはね、なかなかできないと思います。これは私の立場だから言うんですよ。私は自分の稼ぎが確立するまで、恋愛や結婚は放置していたわけなんですよ。だから40になっちゃったんですよね。40まで一度も結婚したことがなかった。もちろんお付き合いした人はいましたけども、お付き合い止まりなんですよ。それは私も分かっていました。なぜなら、職が安定せずに、収入が安定せずに、借金だけは安定して膨らむからなんですよ。こんなところに飛び込みたい奇特な女性はいませんからね。いくら性格が良くて気が合っていても、経済的基盤がなければ男性としてはもう失格なんですよね、女性から見るとね。それはもう仕方がないことだと思います。女性もね、苦労したくて結婚するわけじゃないんですよ。今よりも豊かになりたくて結婚するわけですよ、少なくともね。だから男性の年収が
自分の男性を選ぶ指標の上位に上がってくるのは当たり前で、その女性の求めているものをクリアできずして何のための男だっていうところもありますよね。男性に年収を求めるなって人もいますけども、いや求めますよ、それは男としては女性の求める年収ぐらいはクリアさせてあげましょう、クリアしてあげましょうよって気持ちにもなりますね。さあそれでね、家族がいるからできないっていう方、私はその通りだと思うんですよ。だから家族をもう捨てなければならないってところに行きますね。といってもね、離婚して別居しろって話ではありません。これもね、前々からずっとお話してるんですけども、家族がいるのに自分のビジネスをやってみたいと、自分の成功を確立したいという方がいるんだったら、まず3ヶ月家族に事情を話して、3ヶ月はもうね、自分一人で思い通りにやらせてくれというふうな約束を取り付けるんですよ。そして3ヶ月一生懸命やった後、その結果を持って3ヶ月目にね、全部終わったよと、ありがとうねと、俺の一人の時間を作らせてもらったからこれだけのことができるようになったよと、ごめんねと、これからはもう絶対どこにも行かないよって感じで、自分の成果をプレゼントとしてまた家族としての暮らしをやっていけばいいんじゃないですか。で、3ヶ月で成功できなかったら謝って終わりですよ。もう二度と挑戦はしないこと、そのぐらいの腹くくらずにね、できないですよ。家族がいて、家族との関係は今まで通りで、プラスちょっと眠いのを我慢するとかね、ちょっと時間、隙間時間でやるとかで自分なりの成功を目指すってことはできません。そういうことを人に言う無責任さは私にはないです。家族を捨てなければ、それを引き換えにしなければ、あなたは継続して家族を運営することはできないということでね、強くねじ込んでおこうかと思います。もう絶対に家族は何かをやるときに邪魔になります。邪魔になるんですよ。これを認められないから、いや家族が邪魔とは言えないよってなりますけども、まあ何かをやるときに家族が邪魔になるんですよ。力がないから、力がないからですよ。家族がいてもちゃんと自分のビジネス投資活動ができるほど自分の力量が高まっていれば全く問題ないです。それが今の状態の私です。なぜなら時間は有り余るほど24時間中24時間持ってるんですよ。で、深夜こうやってね、1時とか2時に家族が寝てるときにムクムクと起き出して、全ての活動を朝7時とかには終わらせるわけですよ。で、家族が起きてくるときには朝食ができていて、掃除も洗濯もできている。家事は深夜にやって、ビジネスも深夜にやるということですよね。そして家族が活動する時間には 100% 家族と一緒に過ごすことができるということなんですよ。だからね、私はすごいだろうっていう意味じゃないですよ。そのぐらいのところを目指さないと、暮らしは今のままで、家族もいて家族の相手もそこそこしながらビジネスもやるってことはできません。だって私がいる世界ですよ。このレベルでやってる世界に飛び込んできて、なんで成功できると思ってるのかなと思っちゃいますよね。これは厳しいことですけども、甘いこと言っても仕方がないんで、そこそこやり遂げた私からね、見る景色をちょっとお話ししました。言ってみれば、多くの方はまだね、地を這いずり回ってる状態で、私はそこそこ高い山に登って、そこからね、見えることをこうやってお話ししてるんですよ。だから上がってくるよ、見えます、今私が言ってることが。だからね、家族とビジネスの関係についてちょっとお話してみたんですけども、花涼子さん的な見解はいかがでしょうか。もう家族を持たれてないかもしれないんで難しいかもしれませんけども、だから私思うんですけどもね、家族を持つ前にやっておくことがたくさんあります。もちろん家族を持たずにこれからも行こうと思うんだったら、時間はかなりあるということになりますので、そこまできつい歩み、きつい坂を登らなくてもいいと思いますけどね。はい、じゃあ以上です。